知能も肉体レベルもお前ら旧世代とは比にならねえ。だからお前らが俺の言うことを聞くのが正しいんだよ。品性が足りない。俺を殺しても構わん。代わりはいくらでもいる。何としても入手したいサンプルがある。だが恐ろしく強いのだ。お前にしか倒せん。生死は問わない。おー、いたいた。一匹いるけどどっちだ。そう、右だ。ジェノス、おい、戦闘実験用ルームがあるからよ、そこでやろうぜ。上等だ。広いだろう。この施設で一番でけえ場所だ。じゃあ殺し合いますか。マシンガンブロー。ジェノス、大丈夫か？ずいぶんと俺を期待させる演出してくれるじゃねえか。おら、とっととかかってきな。全力でな。わかる、わかる。おめえ強えな。逃げた。隙だらけなのに、俺の直感が大音量で危険信号を発している。それほどまでの力、一体どうやって手に入れたんだよ。お前も知りたいのか。いいだろう。俺にも聞かせてくれ。え、誰？ジーナスだ。まず大切なのは、このハードなトレーニングメニューを続けられるかどうかだ。いいか、ジェノス。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回。足が重く動かなくなってもスクワットをやり、腕がプチプチと変な音を立てたら腕立てを断行した。最初は死ぬほど辛い。だが俺は強いヒーローになるために、どんなに苦しくても、地ヘドをぶちまけても毎日続けた。そしてランニング10キロ、これを毎日やる。もちろん1日3食きちんと食べろ。朝はバナナでもいい。極めつけは、変化に気づいたのは1年半後だった。俺はハゲていた。つまりハゲるくらい死に物狂いで己を鍛え込む。それが強くなる唯一の方法だ。そして強くなっていた。こいつ本気か。そうか。よせ、また暴走するつもりか。アシュラモードということは、今日がスーパーの特売日だねえか。なんだこの男。片道4時間かかる道のりです。かなり急げばまだ間に合いますが。かなり急げば間に合うんだな。はい、行くぞ。